はい、皆さん、こんにちは、プロ野球 OB クラブチャンネルです。特別編の、プロ野球、スピーツエース企画、今回3回目になります。井川さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、前回オーダー紹介ということで井川さんの、まあ、リーグ、まあ、基本的にはリアタイとほとんど同じということで、まあ、オーダーの方を見させていただいてですね、いろいろ聞いていったわけなんですけれども、今日は実際に井川さんに、プロスピプレイしていただきたいと思います。リアタイはあまりやられてないということで、前回のですね、はい、あの配信でおっしゃってましたけれども、今日はちょっとそんなリアタイに、はい、挑戦ということで、どうですか？そうですね、ちょっと初めてなんで。初めてのリアタイと。でもやるからにはね、やっぱり負けたくないので、全力でやらせてもらいます、はい、ということでですね、まあ、相手からしたらまさか井川さんがやられてるとは思ってないと思うんですけれどもまあそういったことでですね、まあ、この配信を見たら、え、あの相手井川さんだったのってなると思うんですけれども、はい、ではそれではちょっと井川さん、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、では、実際にやっていきます。はい、マイクさんですね。はい、あ、もうそのあれですもんね初めてプレイですもん。これどういうことですか？対戦しない。はい、あ、なのでこれ多分初心者と対決できます。お、よかったで、もう対戦する押した段階で、はい、もうゲームスタートっていう話になります。2イニングマッチになってます、ね。はい、いきましょう。いきます。本当にもう初のリアタイ、ね、まあ、相手も多分本当それに近いような方がこうマッチングするというか、はい、う、運よく井川さんと対戦してる人が、まあ、この全国の中にどこかいると。あ、この方ですね、ルーキーランク2位ということで、はい、うん、長い投手珍しいですね。読めない。格上ですよね。格上です。あ、今格上ですね。相手ですね。ランク2なので相手は。スタンプとかお願いします。お願いします。はい、これ。これすら分からなかった。あ、そうですよね。初めて、全く初めてとなるとそうなってくるんですけど。はい、あ、やばい。やばい。おお、カツオカーブが逆に有効的だったというスローでというのは。なるほど。あ、細いか。おお、さすが奪三振王。やっぱスタートは奪三振でいくというところで、はい、ちょ、緊張しますねこれ。あ、やばい。あ、おお、守備がいい。守備がいい。ライト誰でしたね。太田選手。ああ、守備範囲広いですよね。お、見える。見ますね。あ、遅い。やばい。おお。ちょっと食らいつきますね。中に、おお、三者凡退ということで会長の滑り出しをということでですね、はい、緊張するな、本当。バッティングがやっぱ難しいということですかね、やっぱり恐ろしい恐ろしい警戒されてますね。あ、ちょっと、あ、間違った。どうする、これ、試合戻る。そうです、はい、強振でいこう。ボールが入るか。あ、ストライクか。絶妙なコースに、はい、早い、まずい、決まったコースですね。こっちだな。あ、スライダー、難しい難しい。リアタイスタートっていうのはなかなかやっぱりスピードが普段のやつと違いますからね。あ、正面か。そうですね、難しい。相手もでも確かに配球は結構もうなんとなくは読めてる感じなんですね。そうですね、
残るよ。あれ、ボールでした。ボールでしたね。際どいコースでしたね。難しい。よし。マル選手ですね。ちゃんと嫉妬に気をつけてというところです。あ、いいコース。あ、やばい。マル選手に一発ですね。やられた。でも結構難しいコースではあったと思うんですけどね、インコース。そうですね、はい、遅い、やばい、真ん中、でも失投がちょっと慣れてきましたね、ちょっとやっぱ、はい、よし、あーっと、おですね、相手もガーンということで、そうそう、おいいコースですね。コースに来た。あ、遅い。難しいな。よし、おお。当てますね。これどうだ。最初して、ね、なんとか最終回ですか。これ2イニングしかないですから、ね、大体。そうなんですよね。ヒット打ちたいな。打ちたいですね。ちょっと大きくしちゃうかな。ミートで。ミートで。カーブをちょっとしたいとしてますね。そうですね。入るか。入るか。ああ、入るのか。そうですね。相手も。よし。どうだ。入んないか。ああ。強振になったらちょっとわからなかったですね。そうですね。ちょっとね。強振の方がいいのかな。あ、やばい、ボールだったか。あ、ボールダメでしたね。あ、ボーは頼む。あ、ボール球。あ、なんとか、ここでヒット出れば。ここですね。投進でいこう。よし、一発で。あ、上だったか。あ、入るわ。あ、ボールだ。今のが今のチャンスボールでしたね。ああ、ダメだった。惜しくもという、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、井川さん初めてのリアタイということだったんですけれども、はい、惜しくも、まあ、丸選手の一発でしたね。ちょっと、はい、でもあのなんかこう後半になるんですよ、井川さんこう最初のタイミングからだいぶなかなか慣れてきた部分はあったと思うんで、まあ、もう多分井川さんもう少しあれですかね、リオーダー強くしてからですかね。そうですね、はい、やられると思うんですけれども。いや、どうでしたか。めっちゃ悔しいですね。これはやっぱりゲームでも悔しいですね。もう課金したくなるのは分かりますね。やっぱ最近いろんな、まあ、選手もなんかよくやられ、現役の選手もよくやられてるみたいなんですけれども、はい、やっぱりみんなやる気持ちが分かりますね、このリアタイがというところで、ね、はい、すごく面白いです
ということでですね、まあ、本当にやっていただいて、井川さんも多分継続してやっていただけるかと思いますので、はい、もし対戦リアタイでできたら、あ、これ井川さんだったんじゃないですね、見ていただければと思います。はい、でですね、まあ、実際に、まあ、1回目の放送でも言いましたけども、同じく2003年の最多勝投手同士であります、はい、あの斉藤和美さんもですね、はい、おそらくあのプレーされてリアタイとかもやっていってると思うので、はい、今後もし対戦とか、そうですねもうちょっとレベル自分の方上げて、はい、ぜひね、あ、じゃあもう、まあ、斉藤さんもそうですし、もう9回一応、ね、はい、目指して、まあ、ゲーマーなんで、はいはいはい、そうですね、やりたいです、はい、まあ、OB クラブも本当にいろんな OB の方いらっしゃいますけど、まあ、逆にぜひともあのプロスピーやりたいっていう OB 言いましたら、ぜひ言っていただければというふうに思います。はい、ということでですね、皆さんもですね、こういった OB クラブももちろん公認で行っております。こういった形で OB の方がどんどん輩出されますし、今大人気のスマホゲームとなっております、プロ野球スピーツエース、皆さんもですね、ぜひプレイしてみてください。最後に、なりますけれども、今回特別編プロスピ企画ということでですね、今回は井川さんの方に登場していただきました。今後も、ベースボールペディア技術系の配信も含め、さまざまなことを OB クラブチャンネルでは行っていきます。今後も井川さんも登場していただけたりとか、はい、はいですね、ぜひ、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録、はいはい、高評価よろしくお願いします。します。ということで最後になりましたので、最後にですね、井川さんから、今回のこのプロスピ配信に関して、プレゼントがございます。今回のこの配信で使用しました、井川さんのこの能力データのパネルですね、4枚ありますので、こちらを4名様の1つずつですね、4名様にプレゼントをします。詳しくは概要欄の方をご覧ください。詳しい申し込み方法等は、概要欄の方をご覧ください。中に、サインを、していただくんですけれども、サインの中の一つには、熱いぜプロスピハッシュタグ熱いぜプロスピ入りの、書き込みの入りの、サインをしていただきたいと思います。それでは、3回にわたりですね、行ってまいりましたこのプロスピ特別企画、井川さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。